県警山岳遭難救助隊の創設50周年式典が開かれ救助隊が今後の活動に向けた決意を表明しました<ス>県警の山岳遭難救助隊の創設50周年記念式典には山岳遭難救助隊員や警察関係者などおよそ50人が参加しました式典では県警の大原光弘本部長は式辞で<ペー> 歴代の隊員に敬意を表し、今後も県民を守る誇りを持って、任務に当たた。ってほししいと述べました富士山や南アルプスに救助に行ける警察官は、われわれしかいないという情熱とともに、どんな過酷で危険な現場からも、必ず生きて家に帰るという冷静さを胸に刻むことをお誓いし、 山岳遭難救助隊の坂上正信隊長は今後の抱負を示し救助活動に向けた決意を新たにしていました。